大鳥門軌道は、かつて、北海道網走市長管内の門別群、門別町に存在した軽便鉄道路線である。河野前軌道と呼ばれる場合もある。河野前鉱山拡張に必要な資材の運搬や、人口が1万3000人を超す河野前地区住人の生活物資の運搬を目的として、1940年10月に着工された。 当初は1942年に完成予定であったが、元門別地区にある沢の埋め立てが南高寺となって、河野前地区から大量の石を運搬したのが影響して工期が延びていた。翌1943年6月に完成したものの、鉱山は戦時産業統制の一環で前年12月26日に旧山命令を受けており、最初の活躍の場は解体された機器類を 他の鉱山に転用するための運搬という当初目的から外れた皮肉な結果となった。軌道自体は旧山中も残る人の通勤や生活物資輸送のために運行を継続していた。当器は運行されない期間があったが、当器休止なのか大雪で動けなかったのかは不明である。鉱山は1947年に復興したものの、周辺道路の整備による自動車輸送に押されたため、 軌道は、翌1948年に廃止された。なお、大鳥門軌道や河野舞地区は、ザ・ピーナッツやダークダックスが歌った、銀色の道のモデルとなった場所である。機関車1両につき、貨車2両、客車3両が標準とされた。門別、元門別草木原の中々、も別長島、明けの桜巻栄町末広住吉。 元町元山国鉄なよろ本線門別駅、金傍国鉄なよろ本線の元門別駅とは1キロメートル以上離れていた乗降場の位置や数などは不確定のままとなっている。も別側やその支流、道路をまたぐ橋台や橋桁が残っており、このうち五号公共は鉱山水送水施設として現在も活用されている。路盤の一部は道路やゴルフ場通路に転用されている。 ありがとうございます。